これ重っ。うわー、しかしすごいものが取れましたね。琵琶湖博物館の学芸員を務めています加藤秀夫です。私の研究している領域っていうのは、民族学というですね、領域になります。琵琶湖の周りにですね、いろいろ使われていたですね、漁具ですね、漁業で使われていた道具っていうのが残っているんですけども、それらがですね、どのように使われていたのかとか、それでですね、取ったですね、ものっていうのがどういうふうに流通していたのかみたいなことにですね、関心を持って研究をしています。皆さんは地引き網という漁法をご存知でしょうか。こちらのですね、沖島という島ではですね、地引き網非常に盛んに行われていたんですけれども、地引き網はですね、船でですね、網を張って、その網のですね、両端をですね、地上で引っ張ってですね、魚を取っていくというような漁法になります。このですね、ろくろというですね、道具もですね、そのために使われるもので、このろくろをですね、この写真にあるようにですね、たくさんの人で回してですね、引いていくわけですね。そうするとですね、どんどんですね、網が地上の方に近づいてくると、その網の中に入っている魚を取っていくというのが地引き網という漁法になります。今回はですね、沖島の方で実際にですね、地引き網をさせてもらえるということですので、行ってみたいと思います。それでは行ってみましょう。今日ですね、沖島で獲れた魚を使ったですね、料理を作ってくださる、川瀬さんです。今日はよろしくお願いします。あそこにタツベがあるんです。これはですね、エビタツベというですね、道具で、スジエビとかですね、テナガエビっていうですね、淡水性のエビを取るですね、道具になるんですけども、これ全部ですね、紐でつながっててですね、中に餌が入ってるんです。でそれにどんどんエビが入っていくっていうようなですね、そういう仕掛けになってます。うな寿司が、つけられていますね。こちら沖島資料館になります。こちらのですね、資料館の管理をしておられる小川さんです。よろしくお願いします。沖島は、漁業の島、もう高齢化がね、進んで、いつまで漁師が、できるかどうかわからないっていう状況にあると思うんです。でも琵琶湖漁業としてね、こちらの方に漁具の展示をして、当該の方、他の地域の方に、ご覧いただけて、沖島を残していけたらなというふうな感じで、みんなで作りました。ここにですね、地引き網の様子をですね、撮影した写真が、たくさんありますね。昔の沖島ではですね、こういった形で島の人たちがですね、一緒になってですね、地引き網をやって、大きい地引き網と小さい地引き網っていうのがあるんですけれども、大きいものではですね、鯉や船を取ったりだとか、小さいものだったらですね、鮎であったりだとかですね、あるいは、モロコのようなですね、魚を取るというようなことを、していたようです。沖島を代表する漁法としてですね、紹介されてますね。こちらはですね、地引き網、琵琶湖でもやってますけども、日本全国でですね、見られる漁法の一つであります。琵琶湖の周りでもですね、こうやって地引き網、非常に盛んに行われてました。そのですね、技術っていうものがですね、どういったものだったのかということをですね、今回見てみたいと思います。あちらにですね、船で仕掛けた、網があるんですけども、その網をですね、こちらで引っ張ってですね、どんどんこちらに近づけていくというのが、地引き網になります。これ重っ。想定より全然重いですね。やっぱり昔にしたら めちゃくちゃ頑張って仕事してたんだなっていうのがよくわかりますね。
あ、結構いろんな魚がいますね。うわ、でっかでっかいですね、このブラックバス。うわ、大物じゃないですか。うわまあ、ブラックバスが多いですけれども、ブルーギルであったりだとか、他にも少し在来のですね魚も入ってるみたいですね。しかしすごい大物が取れましたね。美味しそうですね。はい、そうですね。これはやっぱりどういう量になるかちょっと楽しみです。今ですね、地引き網の漁が終わりました。ですね、まあ、最初引いてるときはですね、どれぐらい魚が取れるのかみたいなことが心配だったんですけれども、実際にですね、まあ、取れた魚を見ると本当にたくさんですね、まあ、魚取れるんだなということが分かりました。本当に地引き網を引くのはもう人数がですね絶対必要だってことが今回ですね引いてみて本当に思いました。本当に重くてですね、すごい力の必要な、はい、漁法だなと思いました。初めてめっちゃ重かったよ。大変ですよ。今日はこんな近くにあんな大きいのがびっくりしました。魚くちゃくて逃げた。面白かったですね。結構魚が入っててよかったと思います。はい。サングラス。全部放送かかるんですよ。私がならではですね。傘の忘れ物とかですら放送かけてもらえますから。じゃあ早速いただきたいと思います。はい。うん。うん。本当に白身魚の、はい、味ですね。すごい美味しいですこれ。うん。爽やかな味で、これ食べたいっていう人たくさんいると思いますね。うん、やっぱ淡水魚って淡白で、ちょっと味が物足りないなって感じなので、結構濃いめに味付けしてます。なるほど。やっぱり辛味が合うと思う。あ、そうですよね。これ合いますよね絶対。うん。私はもう辛いの大好きですね。琵琶湖の料理でこんな美味しい食べ方があるとは思います、ね。うん、見た目がタコス楽しいっていうのもあるじゃないですか、うん、はい、でどうしても淡水魚ってちょっと地味に思われる方もいるので、華やかですね、うん、うん、まあ、外来魚ですよね、やっぱりこういう食べ方をしていくっていうことで、まあ、琵琶湖の今の状況とかを知ってもらうっていうことも大切なんじゃないかな。母さん、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。沖島は本当にいい暮らしをしているところなので、たくさんの方に魅力を知っていただけたら嬉しいです。僕も今回ですね、改めてですね、すごい沖島っていろいろ、はい、可能性のあるところだなということを、はい、感じさせられました。琵琶湖博物館に戻ってきました。今回実際にやってみてですね、非常にですね、綱を引っ張るっていうことがですね、大変な作業だっていうことが分かりました。このですね、ろくろというですね、まあ、道具もですね、そういう重いですね、作業っていうのをですね、できるだけまあ軽減したいというですね、まあ、そういう考えがあって、まあ、作られたものなんだなっていうことがですね、今回非常によく分かりました。今回ですね、地引き網を引いてみてですね、やはりブラックバスが非常に多いっていうことがですね、とても印象的でした。まあ、こういったですね、ブラックバス少しずつですね、いろいろなですね、人たちの努力によって減ってきているという話ではあるんですけれども、まあ、琵琶湖のですね、生態系を守っていくであったりだとかですね、琵琶湖の漁業を今後未来につないでいくというですね、ためにもですね、まあ、いろいろとですね、考えさせられるような、まあ、そういうですね、まあ、体験をさせてもらったなというふうに考えています。まあ、現在の暮らしっていうのはですね、過去の暮らしともつながっています。そしてまあその中にはいろいろな変化があるわけですけれども、
まあ、そういった変化を考えるというのがですね、まあ、民族学という学問の面白いところで、まあ、今回ですね、まあ、沖島でですね、地引き網漁をしたことでですね、昔はどんな漁がされていたんだろうみたいなことも考えさせられましたし、まあ、民族学っていうですね、学問はそういうところは面白いんじゃないかなというふうに思っています。この動画が面白いと思った方、琵琶湖博物館に行ってみたいと思った方は、チャンネル登録、高評価、コメントをお願いします。それでは琵琶湖博物館でお待ちしています。